はい。どうもみなさん、こんにちは、ミザでーす。うい、うい。つーことで、えー、本日はですね、古戦場90ヘルが、やばいー <laughs> ということで <laughs>。なんかかなりおもろい性能してますね。まあ、どういうことかっつうと、今回の敵は、通常攻撃で、えー、特殊なレベルが上がっていく。まあ、トランスレベルだね。ベルゼバブと近いかもしれない。トランスレベルみたいなやつが上がっていって、敵の攻撃力、 と、えー、追撃がつきますあと連撃率が上がっていくっていう効果を持ってるんですよつまり特殊技を食らっていかないと通常攻撃がバチクソ痛くなるっていう仕様になっててまああの特殊技を封じて動き続けてなんとかかんとかってやってると通常攻撃トパントパントパンートゥデイズヒカキンポイントゼロポイントブン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 ソーセン薬みたいな 感じになっちゃうみたいで、結構大変みたいですね。まや、あ、90はない。うん、90は全然問題ないんだけど、95以上、150とか100とか200とか、そこら辺になってくると、まぁ、あ、結構大変になりそうなんですよね。で、今回そこですごい生きそうな、あのー、強くなりそうな、絶頂しそうなキャラクターがいたんで、ちょっと紹介していきたいと思います。まあ、それはね、アンダーソン。これね、絶頂できます、ちなみに。うん。 トランスしちゃいますね。えー、アビリティが今回のボスにすごいぶっ刺さってるような気がしていて。まあ、ああの、扇効果がディスペル。あと自分の HP 回復。ディスペルは多分ちょろっと嬉しいだろうな。今後な。で、1アビが、えー、敵に8倍火ダメ自分の扇ゲージアップ。2アビが自分の通常攻撃の4ダメアップ。効果中必ずトリプルアタック。ターン結果なしで通常攻撃を実行ということで、確定 TA プラス通常を実行できます。かつ、効果は1ターンなので、自分の通常攻撃自体も TA 確定。 確定ターン経過なしで通常攻撃を実行攻撃ボタンを押した時に TA 確定みたいな動きができるんでまあかなり強いアビリティで3アビがシュラーフェンシルト自分にカバー全体プラス防御10倍アップ硬くなりますで火ダメカウンターっていう風になってるでサポートアビリティが、えー、通常攻撃で扇義ゲージが上昇しませんが、えー、通常攻撃後にモルゲンレーテが発動しますとまあ1アビが発動するようになってるねでこの2アビの効果のターン経過なしで通常攻撃を実行によってもモルゲンレー� のでまあ一夜日がめちゃくちゃ発動するタイプのアビリティアタッカーっていうような感じで漆黒の偽証敵から受ける風ダメの最大値を5000に固定火ダメージ時自分の強化アビリティの最小感覚を一ン短縮敵から受ける風ダメの最大値を5000に固定まあダメージ固定系統は結構今回は厳しいかもしれないなんでかっていうとあのノワールが追撃持ってるからそうダメージの最大値5000に固定しても攻撃回数が追撃によって増えてるので例えば追撃ついてる 時に5000に固定ししてもも追撃でもプラス5000くらいましたみたいな状況になりがちうんダメージ固定って仕事はするんだけど追撃系統を持ってるやつには、まあ、結構効果を発揮しづらかったりしますねまあ、ノワールとかは今回は攻撃思った以上にダメージ食らうシーンは増えるんだろうなっていう感じはするんだけどでっけえろこれこれによってですね、えー、2アビと3アビが回転するんですよねそう <laughs> <laughs> だから、ダメージがめちゃくちゃ出せる感じがした。うん。ま、あの、他の部分、まあ、ノワールの他に有用なキャラクターの紹介としては、まあ、今回アンダーソンを紹介するんだけど、まあ、ラインハルザ、追撃を持ってるやつは、あのー、攻撃回数が増えるんですよね。だから、え、ラインハルザを後ろから出してかばわせた場合、受けた攻撃の回数に応じてターゲットにかかわらず非属性ダメージ。ノワールって通常攻撃で連撃率と追撃と攻撃アップがつくんだけど、まあ、これを、えー、攻撃回数、まあ、その、 ターゲットに非属性ダメージ最大10回っていう、まあ、この10回の最大10っていう回数を通常攻撃で満たしやすいっていう部分は、まあ、ラインハルザー、今までの飛行戦場の敵からすると、 やりやすかったりするのかなっていうような感じがする。サブメンバーで強そうな感じがするね、古戦場。で、あとは、ま、あアテナ。これはね、優秀だね。えっ、ー、と、通常攻撃が全体攻撃のボスになってるので、えっ、ー、と、攻撃を、敵の攻撃行動のターゲットになった場合、女神の怒りレベルが上昇。テトラドラクマの攻撃回数プラス1。レベル5の時、非ターゲット時にテトラドラクマが自動発動。ということで、まあ、全体攻撃をされた際にテトラドラクマがバンバン発動する。で、さらにディスペルガード。ま、あ今回も敵もね、 あの個戦場安定しててててデディィススペペルル、えー、使っっっくるるんででガードを持ってるっていうことでアテナはかなり外せない優秀ピックになりそうな感じがしたな。まあ、アテナ、アンダーソン、まあ、ラインハルザ、他にも優秀なのはビーラですね。ビーラはニアビで、えー、全体攻撃をかばう効果を持って敵の通常攻撃を無効化することができるので、ノワールとかは通常攻撃を透かすことができるってところでビーラは優秀かなって感じはします。ただし、光の檻のディバインジェイル効果で敵の特殊技を封印してしまうので、 まああのー、ニアビが終わった頃に出てくるのはノワールがレベル3になった状態でぶん殴ってくるんでヴ <laughs> ィーラはサブ面こちらもサブ面がおすすめですかねうん 序盤にビーラを使ってしまうと、あの、レベル3、通常攻撃がとんでもない状態のノワールがぶん殴ってくる可能性がある。ま後ろの序盤に出すキャラじゃないかもしれないっていう感じ。ただし、通常攻撃を三、あの、ニアビによってしっかり透かせるっていうのは魅力的な部分かな。で、あとは通常攻撃が全体なので、アンスリアによってね、えー、攻撃を回避した時に、回避成功によって、えー、アビリティに影響がある、えー、アンスリアはすごい優秀かなって感じはしましたね。はい。じゃあちょっと、うん、こんな感じで行ってみましょう。 まあこれ多分王道で強いと思う工場3キャラだねまあアンダーソンちょっと新しいけど最近スタレで結構出てきてるような印象がするねあのー、アンダーソン当たった人当たりだと思いますちょっと今回装備がっつり縛った状態でこれで行ってみたいと思いますはいまあアンダーソンの強さをねちょっと今回見せたいっすうんまあでも今回のフルオートで言うとあの多分アンスリアニアビイチポチ そうサイレントタップ状態にして回避成功時全体 HP 回復とかの効果があるまあ、あのアンスリアの使い方、まあ、こうやってアンスリアを使ってあげるのがまああの初心者にとってはメジャーになりそうな感じがするね、うん、これはかなり強いですアンスリアニアビ一ポチ型フルオートとかは多分お世話になる人多そうだなーって感じするけどね、うん であのアンダーソンってフルオートでも強い部分が、まあ、ここにあるんですけどまあ全体カバうになっちゃうのでえーとあれだねアンダーソンのアンダーソンの攻撃最初全部受けちゃうからアンスリアとちょっと相性が悪いんだけどはい全体カバウ、まあ、防御が高いから敵の攻撃力まだそんな高くないからあれだねバリアぶち抜いてないね さあここで通常攻撃非ターゲット時によって女神の怒りレベルが上昇していくで非ダメージ時にアンダーソンがダメ <laughs> あの強化アビリティの短縮するんだけどちょっとまだダメージを食らってないですね攻撃力が低すぎる古戦場ボスのいやでも95-150からねとんでもない猛威を振るい始めますよこいつはこいつは絶対強い後半えぐいことになるから楽しみにしといて <laughs> アビ共官 シャープクソボスみたいな。ツイッターで出てくるでクソボスって、うんまあ。特殊技を食らうかどうかはちょっとあの悩ましいところですね。ここら辺の CT マックス特殊を食らうことさえできれば、ここの,あのトランスレベルみたいな状況を落とすことができるから。うん 通常攻撃をくらってら今追撃ついてたじゃんそうこのレベルが上がっていくと追撃がついてとんでもねえダメージになってくっぽいんですよね、はい、さあこれで強化アビリティのターン短縮されてたよね今さあテトラドラクマぶちかまし申しておいードカんで通常攻撃通常攻撃通常攻撃モルゲンレーテここのね一アビのダメージもやっぱ優秀なんだよねさあ全体でダメージを食らうおいー <laughs> <laughs> さあこれでアビリティが上がりました強化アビリティ2アビ3アビが上がったのでより火力を出すことができるで次全体カバーできるっていう感じになるからまああのなんかね1人だけアンダーソン入れて他のキャラクターをアタッカーに据えるみたいな動きもありかもしれないだからリミテッドパーシバルアンダーソンとかも結構強そう だからアンダーソンの2アビ3アビ発動した後あのリミテッドパーシバルの3アビによってターン経過なしで通常攻撃を実行させてあげれば、まあ、あの1アビが自動発動するからね、まあ、強くなってくるとリミテッドパーシバルアンダーソンとかもありだと思うし、うんまあ、その分耐久力なくなるんでねそのあたりちょっとどうするかっていう感じなんですけどはい。 さあこれで、えー、強化アビリティのターン短縮みたいなの出てたの分かったたまに出てるよねそう強化アビリティのターン短縮の効果によって、えー、2アビ3アビがどんどん回転率増していくとまああの3アビ使って1人だけ落ちちゃうっていうような状況になるんですよね通常攻撃が全体かばう通常攻撃含む攻撃を全部かばっちゃうのでとなるとだよだから後ろからえっ、ー、とラインハルザーを出すとかね HP が、えー、25%のあたりとかで、あのー、耐久力が持たなくてアンダーソンのアンダーソンの耐久力が持たなくなっちゃってで後ろから誰かしらが出てきますってなった時に例えばビーラ今のバレンタインビーラを出したりとか、まあ、あのさっきも言ったんだけどラインハルザを出してあげたりとか、まあ、サブメンバーに優秀なキャラクターを意識的に出せるっていうのは結構なんかアンダーソンの強みな気がするねうん。 まあ、アンダーソン入れない場合はやっぱアテナがすごい特に魅力的な感じがしたアテナはやっぱ一夜日のディスペルガード効果とかもあの影響出てくるだろうし、まあ、今回特にね特殊技食らう、えー、食らうことが結構成功になんか成功が分かれるタイミングがあったりしそうなんで、まあ、あの通常攻撃の火力を落とすためにね、うん だから、まああの、敵の特殊技自体にディスペルがあるから、ディスペルガードっていうのが影響しそうなんだけど、アテナーとかも強そうだけど、俺が特になんか可能性を感じたキャラクターはこのアンダーソンですね。後ろのキャラクターをこう意識的に出せつつも、フロントのキャラクターの HP を守る。 っていうことができる3アビ、このシュラーフェンシルとこの3アビの全体かばう。で、かつ、えー、攻撃を食らったら強化アビリティの最終用感覚が13短縮されるっていう、このサポーターアビリティも組み合わさって、すごいなんか回転率で、えー、効率よくダメージを出せそうだなって思いましたね。はい。まあ、裏出すキャラクター、裏から後ろから出してくるキャラクターとかも含めて、まあ、タイム縮めるのであれば、なんかアンダーソンに可能性を感じてるなっていうところで、まあ、90減る。ただ、やばそう。<laughs> 正直 やばそうあの通常攻撃によってねレベルが上がって通常攻撃の火力がどんどん上がっていくっていうこの仕様は結構やばそうだから対策とかはちょっと練っていかないとねキャラクターとかも吟味しておいた方が良さそうです3日目かないや3日目2日目ぐらいかまあ95はいいよ最悪ね95はいいんだけど <laughs> 150、200出たらやばそうやなぁと思ってますはい、皆さんもご意見あれば下のコメント欄でお知らくださいそれじゃあまたお会いしましょうじゃあねバイバイ